侍、和の国が禁区だと分かったでしょう。確かに。ミンク族の恨み、怒りを買ってしまう。しかし、なんだな。金右衛門の言ってた忍者はいねえのか。がっかりだ。え、忍者？なん？骨を折れるチョップ！忍者とは和の国の武人のことか。ミンクシップ叩き込んで見るだけだから気にしないで。ガルシューガルシュー。いや、確かに聞いたぞ、先ほど忍者と。いえいえ、そのようなこと全く言ってません。患者の具合はどうかと。患者？公爵様のことをそこまで気にかけてくれて当然ですよ。よ